やっぱり勢いが続かない。どうも、わしトーク、コウキです <laughs>、えー。ついに本日、えー、5月30日より、えー、セパ交流戦開幕いたしまして、まあ、今年の、えー、記念すべき、えー、最初の相手は横浜、えー、DNA ベイスターズ宮城でゲームだったんですけど、今日もしっかり敗戦でございます。再び借金ジュースか。 はい。通常運転っすね。うん。んで、えー、今日のゲームっすね。えー、まず、浅村様の2本のホームランは拍手です。えー、ここはね、素晴らしいと思った人、いいねをしといてください。はい。そしてチャンネル登録もお願いします。んで、えー、まあ、これは良かったんすけど、まあ、今日も楽天イーグルス、えー、お得意の一本 一発構成のみ、得点が。なんなら浅村様の2発だけなんですけど、得点って。はい。やっぱりタイムリー打てないっすね。うん。で、DNA は、えー、タイムリーにホームラン。うん。やっぱめちゃくちゃ打ちますね、DNA。えー、まあ得点は3点に抑えたんですけど、12安打されました。はい。うん。まあ、浅村様の2本のホームランは素晴らしかっただけに、 やっぱ9回表のわしたち2人の失点がめちゃくちゃ痛かったっすね。あれなければね、結果論になりますが、2対1でね同点ホームランという可能性もあったわけでしかも、あの場面盗塁さしてツーアウトランナーなしにしたのにえ4番の牧選手、左中間にホームランぶち込まれましたね。あの 楽天が今日は非常に痛かったうん。それぐらいですかね。また10時からライブ配信やるんで。<laughs> まあ、その時に話できればいいかなと思うんですけど。まあ、ム村様の復調ぐらいかな。うん、今日良かったの。あと、えー、ダイダス三谷さんがね、ヒット打ったってとこぐらいかな。パッと出てくるのは。まあ、DNA 強いっすね。はい、楽天、バッティング教えてもらった方がいいんじゃないですか。DNA の選手とか、コーチに。<laughs> えー、それぐらい結構差があったのと、あとですね、今日一応宮城本拠地でゲームあったんですけど、スタンドガラガラでしたね。めちゃくちゃ気になりました。まあ火曜日の平日ナイトゲームではあるんですが、やっぱ交流戦って一つこう、プロ野球一年間を通したイベントの一つじゃないですか。そのイベント最初の日にあれだけガラガラだと、かなり <laughs> 地元のファンはやっぱりね、こう、 あの厳しい目でね、もうそろそろ楽天イーグルス見てきてるんじゃないかなと思いました。はい。まあ、この続きはまた10時からライブ配信でお話しできればと思いますんで、ね、また今日の試合見て皆さん感じたこととあれば、コメント欄にコメントよろしくお願いします。とりあえず、浅村様の2本のホームランは素晴らしかったんで、そこはいいね。よろしくお願いします。はい。ということで、チャンネル登録もね、していただきたいんですけど、まあ、そんなこんなで、とりあえず10時からまたお話ししましょう。 ということで、えー、動画の方終わりたいと思います。それでは。